こんにちは、今日も、サブチャンネルへようこそ、今日は、プロスピを、やっていきたいなというふうに思います。今回はですね、このまたガチャをやっていきたいというふうに思うんですけど、10連 OB セレクション2019年の OB 第4弾期間限定で登場と、いうことですね。どうしてもこれはやりたいなと思ってまして、なぜかというと、これラインナップ各、秋山さん、杉浦さん、古田さん、岩瀬さんとかですね、いろいろな、すごい方たちいっぱいいるんですけど、個人的に好きな選手いっぱいいるんですけど、やっぱりこのみんなが注目する張本さんですよね。僕は結構こう意見で衝突する張本さん、3000本安打の、レジェンドですよ、をどうしても救いたいと、このガチャの中から救いたいということですね、ちょっとやっていきたいと思います。張本さんが出るまでは、ガチャ動画出し続けるので、これでなかったらまた次回もあるということになります。じゃあ早速いきます。よし、この辺の、演出は結構覚えてるんですけど、なんか何がエース確定とかっていうのは分かったので、これは多分ないかな。結構3万円分ぐらいは課金したので、まだまだ最初ぐらいでは。また浅村さん、これ結構ね、皆さんに B とかこういう A とかってのはもう捨てるんじゃなくて、育ててなんか、限界突破とか、なんか特訓とか、そういう感じに使った方がいいですよってことで、結構その後は特訓に、多分特訓だと思うんだけど、特訓に使うようにしてます。あと経験値、今まで散々ずっと使ってきてて、その経験値を何に使うのか分かんなかったんですけど、それをなんかレベル上げたりするのに使えるということで、それでかなりみんなの、今のレギュラーの、レベルを一気にもう50ぐらいまで上げてですね、かなり強くなりましたね。やっぱりこのね、ゲームのガチャって本当当たんない。なんか俺だけ、これなんかすごい、なんかきついような気がする。これもう何の演出もないやん。これは割れてるから S 確定ちゃうの。張本さん早速救ってしまうんじゃない。でも、おお、荻野さん、もう一回、おお、これは激アツ。秋山さんも欲しかったんで嬉しいですね、これ。ありがとうございます。そう、荻野さんって、自分が2000、あの人が1年目のかな、いきなりなんか千葉マリンスタジアムで、投げた時にですね、ショートゴロを打ち取ったんですよ。と思ったら普通のショートゴロが内野安打になっちゃって、でそのまま2投3投されて結局得点になったんじゃない。これも多分 S かな。そう、あの時の足の速さびっくり。でもその前に春のキャンプで、その荻野さんの、島岡選手、そう、荻野さんのなんか、荻野さん出たんですよ、足めちゃくちゃ速いらしいみたいな感じになってて、でそれを見た時にちょっとびっくりしましたね。山岡選手も、当時なんて高校野球で、甲子園出た時に映像で見まして、で自分はこれはもうもちろん一番に決まってるみたいな感じでツイートして、その後もなんかそのせいでなんかずっとダルビッシュがどうとかっていうので付きまとってしまってたんですけど、本当にね、もう才能がすごくて、ピッチャーらしいピッチャーだなって、結構インスタでも、なんかそのインスタじゃねえや、ツイッターでも結構この山岡選手のトレーナーさん、一緒にトレーニングしてる、トレーナーさんみたいな人とフォローし合ってるんですけど、結構ね、いろんなトレーニングとか投げているの出てきますけど、それはやっぱり独特ですよね、投げるその投げ方とか、その変化球だけじゃなくて、すごいピッチャーだなって思いますね。でもこれ今のところかなり、今誰当たったっけ、山岡選手か。いやでも今回いいんじゃない、またあれだな、本当に何もないな。もうさすがに
この前も浅村選手3枚引いて、前も全部なんていうの構成みたいな感じでしましたね。誰が一番すごいんだろう、カード的に。僕全然それも結構調べるんですけど、あんまりそれが分からなくて、なんかいろんな、その人によるのかな、その好き嫌いが。あ、これは確定じゃん。パリン。さあ誰が来る、頼むから当たってほしい。まあ、A でもいいから張本さん欲しいな。でもね、結構みんなその張本さんのことを、僕はその、お、当たった当たった、これは当たった、ナイス。そう、張本さんのことをなんかこう、なんか嫌いだと思ってる人結構多いんですよ。でも全然そうじゃなくて、別にその意見が違うっていうだけで、意見違うイコール嫌いとか、ただ議論をするイコール嫌いって、まあ、言う人は結構いるんですけど、もう全くそうじゃないので、普通にもちろんそのプレイヤーとして尊敬してますし、本当にすごいバッターだったんですよ。しかもね、自分の母親とがまだその10代の時に、張本さん率いるそのまあ巨人軍が、まあ、当時長嶋監督だったかな、どっちかわかん、だったと思うんですけど、なんかなんだっけ、その大阪の民宿に来たらしくて、でそしてなんか自分の母親がなんかバイトかなんかでそこに行ったらしいんですよね。でなんかまあそのよくいるじゃないですか、その民宿とかでバイトしてるなんか、学生の子みたいな、そんな感じで多分いたらしくて、でなんか結構話したって言ってましたね。それは中学校ぐらいの時は聞いてたので、意外と自分の母親と接点があった。でも、まあ、本人もちろんそんなこと覚えてるわけもなくあれなんでしょう。お、古田さんかっこいいな。 O、B、S の古田さん欲しいな。お、古田さん、いやもうこれここまで来たら十分でしょ。あと2回 ?20 連いやでも熱いな、張本さんと戦うのは嬉しいな、レギュラーだな。でこれ特殊能力とか、特殊能力とかもすごい、これめちゃくちゃありますよね。意味がわからないですよ。なんか多分結構意外と深いゲームなんだなって、難しいゲームなんだなって。あとイラブさんのエースも欲しいな。そう思ってます。そうだから全然張本さんのこと嫌いじゃないのに、勝手になんか嫌い、まあ、そうあってほしいんですよね。人間って結構こう、なんていうの、そこの何だっけ、何の本能だったか忘れたけど、なんかこう対立するのがなんか、まあ、好きみたいな、そういうの見るのが。森田さんのあれ欲しいなあ。岩瀬さん、この岩瀬さんと川上憲伸さんのコンビがすごい良かったですね。北京の時すごい優しくて、かなり年上でしかも実績もあんのに、うん、2人の優しいのが覚えてますね。まあ今日はこんな感じかな、うん、もう十分だと思います。秋山さん当たった、杉浦さんまだで、イラブさんも欲しい、張本さん当たった、加藤さん当たってない、堀内さんも欲しいな、あ、佐伯さん、下柳さんも欲しい。結構好きなんですよね、この下柳さんみたいな、こういう打たせで取るタイプ、もうパワープロとかではすごい好きで、僕は中学校の時小宮山さんとかすごい使ってましたね。わあ、古田、今回これ熱いですよね、絶対めちゃくちゃいい気がする。これはマックス時ってこと、これすごくない？岩瀬さん特殊能力、存在感って何やねん、超二重丸、キレかい。ほら張本さんもこれすごいでしょ、絶対。ちょっとしっかり育てていきたいと思いますので、また、ちょっとガチャ引きたいと思います。今日も見ていただいてありがとうございました。